本日は先行者のロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。山頂駅までロープの長さは365メートル、およそ3分で到着いたします。前田さん相当するね。これ前田さん相当する。そうなん、ダメなんすね。そう、それ言うでもダメなんだ。ここ尾道は海と山に囲まれた情緒豊かな町でございます。あ、この空洞の大学は、またお寺としても有名で、古くより数多くのお寺がございましたが、あそこの時代とともに整備されました。現在でも、でもあそこはあそこだけじゃん。25カ所が富士巡りのコースとなっております。私も嫌いだけど、そこまではない。その一つ進行方向左手にございます。三重の塔は曹洞宗天然寺の開運塔で、国の重要文化財に指定され500年の古い歴史を持っております。古いお墓参りだよ。あの丘の方を向かっているか、まもなくもう一台とすれ違います。右上より降りてまいります。それ右そばに見える。行く手前方に見えておりますのは、この道の象徴とも言われております千光寺でございます。左手に忍びの本堂、右手に竜宮造りの鐘つき堂がございます。すぐ右手の大きな岩は玉の岩と呼ばれ、その昔岩の頂に光る玉があったとの言い伝えがございます。まもなく中央通過いたします。車掌の揺れにご注意。